さんこんばんは。2月8日月曜日、時刻の方は10時を少し回りました。 SLTV が毎回生放送でお送りしておりますセカンドライフの旅番組、たびたびめ大陸のお時間です。今回もバーチャルワールドであるセカンドライフ内の素敵な場所を私たちが旅をしながら ご紹介していきます。本日のナビゲーターは私メルマが務めます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、一緒に旅をしてくれるのは、じゃあ、ひまちゃん。はい、こんばんは、ひまひまです。ですね。うん。何があった？先週の土曜日に、スーパーフラインのコンサートに行ったんですよ。リーナツアー始まって。すっごいよかったよ。また、いいな、いいな。いいな。でね。うん。ライブもすごい良かったんだけど、もう一個感動したのが、うん、グッズのタオルが、うん、今治タオルだった。おすごいね。すごいでしょ。うん。愛媛出身なんだよね。あ、そうだから見た。うん。それに大変感動してしまいました。あ、いいな、アゲアゲ。アゲアゲと気分とひまちゃん。以上。今週のご報告でした。ちなみに、某、激安系のね、衣料品店で、今治タオルのハンドタオルを売ってました。本当にハンカチサイズのタオルあるでしょ、あれ売ってました。持ってます。夏場大活躍しました。ですね、はい、はい、そして本日のゲットさん、はい、皆様こんばんは。クリです。今日はちょっとイメチェンしてきましたよ。なんとなくこうね、マダム的な雰囲気でやってまいりました、はい、なんか、はい、ここに来た途端になんかシムのオーナーさんみたいとみんなに言われてびっくりした。クリです。今日よろしくお願いします。はい、マダムとかキャビンアテンダントとかなんでキャビンアテンダント、そうだよね、キャビンアテンダント、なんかこうアジア系のさ航空会社のキャビンアテンダント、あー、いそうかもしれない。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、出発する前にこの番組のスポンサーシムの方をご紹介いたします。この番組はジャパンオンラインの提供でお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、本日来ておりますところが、ザ・ロストユニコーンギャラリーという、もう名前を聞いただけでなんとなく想像はつくと思うんですが、ファンタジー、ジャンルはファンタジーのみを扱ったアートギャラリーになります。この中にあるもの全部、ファンタジーをテーマにしたアート、あ、なるほど、がたくさん並んでいるということになっておりますので、今日はこちらを見ていきたいと思います。はい、はい、久々の、芸術鑑賞の日です。はい、そっか、はい、はい、よろしくお願いいたします。で、こちらですね、たくさんの、アーティストさんの作品をたくさん並べているんですけれども、1階の3階建てなんですけど、このギャラリー1階の部分が4つに分かれていて、うん、手前の2つがですね、あるアーティストさんを特集してというか、そのピックアップしてその方の作品をだけを展示している。で、また奥のギャラリーで、うん、その他の方、皆さんの作品を展示しているという形をとっています。ということで早速見ていきたいと思います。はい、はいはい、こっちです。ここに大きな看板があるんですけれども、うん、ちょっとですね、お名前が読めない。ディアーナ、ジュラインさんっていうのかな、この方の、うん、作品展を現在行っています。今月の18日まで、うんうん、はい、行っていますので、この方の作品展から見ていきたいと思います。じゃあこっちです。はい、まあ、ここのね、ギャラリーっていうのが、もう、オーナーさんが、もうこういうのが好きで、うん、自分が大好きで、で、そういうアーティストさんをたくさん見たくって作ったっていうのが経緯あるんですけれども。はい、早速こちらです。素敵。うん。すごく素敵な作品が並んでいるので、じっくり見ていってください。本当にアートギャラリーっていう作りなのね。うん。もう作りそのものがね。本当に。うん。もう早速なんだけど、ファンタジーって言ったら、
あのお花があって妖精さんがいてパステルカラーでっていうようなイメージって、はいはい、結構あると思うんだけど、うん、もうすでにねそこからもかけ離れてるんだよね。そういう色使いじゃないし、うんうんうん、ちょっと雰囲気もあって、で全て あのアートがこの方だけじゃなくてこれからご紹介するアートがみんなファンタジーっていろいろあるんだっていうのがねすごく感じられる作品ばかりなんですよ、うん、本当に幅広いんだなって、はい、いうようになってます。で一つ一つの作品にですねマウスを重ねると、うん、あのタイトルとそれから作者さん、まあ、ここはもうお一人の方だけなので同じ名前なんですけど奥の作品なんかは、うんうん、あの当てると、作品の名前が出るようになっています。なるほど。きっとねあのこれ好きだっていう作品は絶対ね見つかると思いますよ、うんうん、で、ここの作品群はですねあの全て SL のアバターもしくは、背景あの景色、うん、絵のも SL の中の景色を使ってそうなんだ。あとあの多分ソフトなんかを使って加工もねしては、うんうんうん、エフェクト加えたりとかっていうのはそういう、ね、ソフト使わないと無理なので、でも本当に、ね、すごく雰囲気のある物語性のあるっていうのかな、うんうん、何かのこうそれこそ童話の挿絵でもいいぐらいだったりとかそんな感じの作品がたくさん並んでいます、うん、何か気になる作品ありました？なんかね、うん、旅で行ったことがありそうな、なんか懐かしい感じの、背景の、ありますよね。ゴミ覚えがある背景なんかなとか。いろんなとこ行ってるからでいいかな、うん、確かに。こういう場所も行ってるから。そう、リアルで懐かしいなって、セルの世界の中の景色として懐かしい感じのところがありますよね。うんうん、ま、旅で行った、かなって記憶もあったんだろうし、うんね、その前にあの個人的にねプライベートでどっかこう、うん、SL の中巡った時に出くわした風景かもしれないけれどかもしれないしね、うんうんうん、でもどれも本当に一つ一つ素敵な作品が並んでいて確かに、ね、本気も高くてこんな素敵な作品がこれからどんどん出てきますので。なるほど、うん、でまあ、ゆっくりね、うん、あの鑑賞したい方のためにこうやって座る場所なんかも本当に美術館みたい、うんうん、でね、こっち、あ、ここだ、ここだ。ここもね。こういうのって、うん、場所が先に来るのかな、イメージが先に来るのかな。それは、それぞれじゃないかな。うん。うん、何かのお話とかに影響されたっていうのもあるだろうし、うん。うん、それこそなぁと思って、うん。SL のどっかで見かけたアバターさんがイメージの元っていうのもあるかもしれないよ。お洋服とかさ、小物とか。でもこのお人形アバターとか、あれですよね。お人形アバター。ココさんじゃないのかな。多分そうかもしれない。こっちのね、この床ね、座れるんですよ。おぉ、珍しい。シットマークが出るので、本のあたりとか。あ、そっちか。うん、そうするとね、あの、本読んでるポーズも撮ります、ね。うん。完全に今日は座れない。あ、でもこれあれだ。何？クリさん今座ってるところも作品だね。うん。なんかここの壁に飾ってあるのも作品だし、うんうん、床も作品なんだ。そうそうそう。すっごい。ね。ね。なんか本棚の背景って3定着で毎年今年の2人なの何冊につい使ってる画像なの？あ、3定着で使ってたんだ画像。3定着は、うん、今ちゃんとりなちゃんがやっていた。そうそう、いや本人が覚えてないんだけど。あ、そうだな。大丈夫。そうそう、毎年の終わりのね、うん、毎年ね、うん、その年に読んだ本をね語るっていうのがあったのでありましたね。はい。で、こちらだけじゃなくて作品展はこちらもありますので、はい、行きましょう。あ、猫がいる。ね。ところどころね猫が歩いてる。うん、猫がいるんだと。こっちも同じく作品展。猫多分これ育ったりする猫でしょ？餌食べだと思う。なんか餌あげたり繁殖させたりっていうやつ、うんうんうん、
ひまちゃん、どうしたの？大丈夫？はいはい。あ、ごめんなさい。大丈夫です。はい、こっちも、リアナ・ジュラインさんの作品展となっております。ね。ね。落ち着いたトーンの作品が多いのね。そうだね。この猫さんの絵、すごく素敵だと思うんだけど。どれどれ。私が今立ってるところの蝶を見上げてる。かわいい。ね。可愛らしくて、可愛い、うんうん、ね、ちょっとなんか切ない感じもする。確かにね。なんかね、猫に話しかけてる感じがすごく可愛い。ね、こんな感じで。なんか落ち着いてる。ファンタジーだからって言ってね、何もそのパステルカラーじゃなきゃいけないっていうんじゃないかなっていうのはよくわかると思うんです。いろんな見方ができるんだねっていうのもあります。本当に色の使い方とか、差し込む光の加減っていうのかな、うん、ところどころでこう、この絵なんかも、私が今見てる絵なんかもね、一部光ってますけれど、光ったような表現してますけれど、こういう使い方もとっても上手だなって、はい、思いますけれども。いかにもファンタジーの感じな。ね。いやー、なんかすごいなぁ。うん。自分にないものなので、こういう、ね、これなんか世界観っていうんですか、うん、面白い、うん、魚鯉かな、でこう潜水してる絵なんかですけれども、でこれをさ SL の風景とかアバターとか使ってよくやれるよねって思う、ね、本当、ね、ポージングなんかもこれどうやってやってるんだろうって思う、ね、すごい。でもこういうのも楽しみ方の一つですよね、セールの。ね、うん、楽しいよね、いろんな写真。ね、うん。こうやって工夫を凝らすっていうのもやっぱり楽しいのかな、コツコツやっていくっていうの、途中で嫌になっちゃうの気持ちもするんだけど、細かい作業があまり得意じゃないので。素敵な作品がたくさんで、そして、オープン行きましょうかね。これいけるの？あ、おぉ、あ、すごい、すごい、何、なになんで、これね、どうなの、近づくとね、開けてくれるんですよ。あ、そうなんだ、そうなんか、行きますよ、開けなさい、ほい、開けてくれるんです。あ、無理やり来てしまった。大丈夫、開けてくれるから。でもちょっとの時間しか空いてないね。早く早く。はい、クリちゃんからかっちゃダメ。こちら私がからかわれてるのよ。いろんな方の、アート作品が並んでいるスペース。また雰囲気が変わるとか。はい、また変わりますよ。うん、まあ最初はね、お一人の方だったのでこう、うん、統一感があったんですけれども、今度バラエティに富んだ作品が。なるほど。そしてですね、ところどころこういう看板があるんですけれども。参加しているアーティストの方のプロフィール看板になっています。ここをタッチすると、フリッカーの URL と、それから、あと、プロフィールとか、まあ、自分がね、こういうふうにしているって、その、案内のノートカードが来ます。で、はい。で、フリッカーで、ここの展示してあるものの他にね、また素敵な作品がたくさん載っているので、そういうのを見ることもできますし、うん、で、こちらのギャラリーでは販売の方はしてはいないんですけれども、うん、まあ、販売もしているんであれば、その URL なんかも、場所の、ね、URL なんかも載ってたりなんか、ノートのカードの方に載ってたりなんかしますので、気に入った方がいらっしゃったら、ぜひこちらをクリックして、はい、他の作品を楽しむとか、どういう方なのかなっていうプロフィールを見てみるとかっていうのもいいかもしれません。なるほどね。はい、本当だ。で、こちらのページが開いた。でしょ？すごい素敵な作品がいっぱい載ってるんです。うんうん、確かにね。ね。あ、この椅子も作品かな。すっごい可愛い。あ、猫なの？うん。あ、売ってるんじゃないのかな。売ってるのか。自作か。そっかそっか。うん。ね。こうやっていろんな方の見てると、やっぱりその人によって捉え方っていろいろだなっていうのは。うん、ね、よくわかると思いますよ。
あ、売ってるものだそうですよ。あの、裏から情報が入りましたけど。あ、はい、あ、ありがとうございます。そして、クリオネさんがどこに行ってしまったの？見に来ちゃった。あ、いいよ、いいよ。大丈夫？いるいる、この中にはいる。ね。うん。ここなんかも、いわゆるスペースファンタジー系だよね、これなんかはね。ほんとだ。うん。なんか、映画のワンシーンとかありそうですね。映画のワンシーンっていう感じだね。へ、う、ぇ、んね確かに。ね。と思いきや、こっちなんかもね、あの、ファンタジーって言うとどうしてもね、自然の中、ね、山や木や川や海やってなっちゃうんだけど、こうやって街中でも、こういう表現ができるんでね。うん。うん。ね。すごいなぁ。うん、ファッションフォトとしても通用するんだもんね、これ。うん、ほんとほんと。ね。幅広いよね、うん、受け皿が大きいというのかなんていうのか、ね、このドラゴンなんかも本当にファンタジーの王道だけれども、うんうん、ね、これもなんかすごく素敵な作品ですね、うん、で、こちらの作品なんかもファンタジーといえばっていうのね、もう王道の典型的な作品が、うんうん、ドラゴンね、すごく色が綺麗ね。こういうのは、あ、そうね、空の色とか変えられるから、うん、そうだよね、ね、うん、こういう独特の色も出せるんだろうな、やっぱりね。あの、まあ加工なのかはどうかわかんないけど、SL、うん、あのファイアストームなんか使ってると、あのね、空のあれ、いろいろ、たくさんありますもんね。うん、そう、限りなくいじれますよね。うんうんうん、あれいじってると面白いよね。うん。確かに、確かに。思っても見ない景色になってて、あれっていうのもよくあるんだけれども。はい。こんな作品まだまだたくさんあるので。うん、綺麗。綺麗ですよ。で、鬼界に参りましょうか。はい。うん、ほい、こちら。でございますよ。よいしょ。よいしょ。でですね、こちらのアーティストさん、うん、追加されたりとか、作品が入れ替わったりとかっていうのもあるらしいので、うん、一度じゃなく、また来てねっていうようなことも、はい、案内されておりました。なので、行ったからといって、うん、満足しない。また、ね、好きなアーティストさんの新しい作品が入ったりなんていうことがあるかもしれないので、うん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 、こちら。なんか謎の物体がね、柱についてますが、テレポーターになっておりまして、3階建てとさ、ね、最初に言いました、うんうん、3階に行くことができます。3階も展示がありますので、ちょっと先にこちらを見ていきましょう。先に3階？先に3階行ってから、あの、2階の方を行きます。よいしょ。そんなに広くはないんですけれども、うん、来ましたか？はい、来ました。ひまちゃんが来ません。知ってるんですけど、ね、うん、吹っ飛ばされたかな、はい、はい、こちらも展示場になっています。でこちらにも新しい作品があって、よいしょ、はい、行きましょうか。こんな写真撮れるんだと思うと、ちょっとチャレンジしたい気もしてくるね。ほんとほんと、うん、やれるかなって気はちょっとするけどね、うん、うん、そしてですね、あ、こちらですね。この看板なんですが、はい、こちら、ナッタリー・モンタギューさん。こちらのですね、オーナーさんでございます。やっぱお好きだというだけあって、ご自分でも作品は作られてるみたいで。なるほど。はい。うんうん、ね、とっても可愛らしい作品。可愛い、うん。ね、可愛いですね。ですけれども、はい。こちらとこのお向かいのね、今、公開中なんだっけ映画。ん、あの、スターウォーズっぽい。あ、ほんとだ。何か。ね。すごい可愛らしい。うん、あ、ほんとだ。でね、この真ん中のこの作品、覚えておいてくださいね。え、どれどれ、この絵。これ、真ん中の。真ん中の絵の絵。あの、登場人物というか、登場している皆さんをちょっと覚えておいてください。キャラクターたちを。ね。はい。あ、いろんな人がちゃんと出てるんだ、うん、ね。みんな可愛いんだよね。可愛いんだけど、うん、すっごい可愛い、うんうん、ちょっとこのキャラクターたちを少し覚えてていただければ、はいはいはい。
ということで、なんか猫耳がついてるね、みんなね。そう、みんなに耳がついてる。はい。はい。で、戻っていきましょうかね。あ、アンダーザシーだから、これ、リトルマーメイドっぽいな。あー。ね、あー。うんうんうん。あ、綺麗。ね。うん。綺麗と可愛い。可愛い。うん。可愛い。ね。じゃあ、戻りましょうか。さっきのところに、よいしょ、戻れますので。あ、はい。はい、見ていきますよ。ひまちゃん、どうぞ。あ、はい、お先です。はい。あれ？クリちゃん、先行ってください。マジか、もうちょっと前来たら、じゃあ。あ、来た。あ、クリさんが吹っ飛ばされていったけど、大丈夫。吹っ飛ばされたけど、大丈夫。大丈夫。はい。うん、来た来た。はい、では、見ていきましょう。この望遠鏡、あ、この望遠鏡を覗けるよいしょ、あ、ほんとだ、あ、すごい、え、この望遠鏡すごい中が望遠鏡になってる、へー、見て見て、すごい綺麗で、覗いちゃおう、覗いて覗いて、びっくりしたあら、綺麗、綺麗だよね、きれいきれいきれい、あ、覗いてみて、覗いた方が、これはこの望遠鏡はぜひ、こうやってみて、あ、きれい、ほんとだー、ねあ、すごい、はい、え、今知りました事前にね、見とけばよかったんだけどはい、ということで、こちらもギャラリーになっています。作品がね、すごく数が多いので、じゃあ、こちらの、ちょっとね、迷いそうなんだけどね。こっちから見ていきましょうか。はい。はい、で、よいしょ。はい、こちらもまた様々な。今のよいしょは何だったなんか超えたのかと思ってよ、ね。どれを超えたんだろうと思った。何もない。何もなかった。はい、で、こちらも。うんうん、たくさんいますけれども、うん、特にね、その順番とかは、まあ、順不動で並べているので、別にその規則性とかはないらしいんですけれども、 ABC 順とかそういうことはあんまりなんかないみたいなんですけれども、うんうん、はい、でもあんまりこう、なんていうのかな、テストが違いすぎて違和感があるわっていう感じではないなって、うんうん、あ、全然ない、うん、あの、アーティストは全然違うし、あの、描いてる、ね、タッチも全然違うんだけれど、うん、そんな、やっぱりジャンルが統一されてるからっていうのがあるのかもしれないですけどね。うん、うん。うん。あの、この作品だけ、こうなんか浮いてるわっていうのが、ないっていう。ないですね。うん。ね。うん。ね、やっぱりダークなものから、本当にファンタジー、王道だなっていうのものまで、うん。様々なものがあるんですけれども。うん、あ、ね、ここに、ユニコーンさんがいるんですが、このユニコーンさん乗れますよ。ひまちゃんどうぞ。ユニコーン乗れるって。乗れるよ。本当に？うん。なんでかここに青インコさんが佇んでるけど、どうしよう。あ、本当だ。このユニコーン乗ると案内してるかな。乗ってみて。はい。あ、なんかいい感じ。いくつかね、シットポーズがあるの、うん、メニューで。もう寝てるんだ。これは寝てる。あとギャロップとかいろいろあるの。ほら。おお。一角怠け者もいるの、どこに？あのね、よーく見てみるとね、あの木の上とか。あ、本当だ。そう、いろんな、いろんなのがいるんだ。いろんなのがいるんですよ。え、みんなで角生えてるの。かわいいんですよ。よーく見てるとね。で、青インコさんがなんか一体どうかしてるんだけど。全然違和感なく。違和感なく、あの、鎮座増し増している。ねえ。ね。よいしょ。あ、立ち上がれた。大丈夫？うん。はい。ね。ここも、あの、座って、あの本を読むようなポーズをとって、うーん、なんか昔っていうか、
ちょっと憧れたりしません？本に囲まれてずっと床に座ってって。いいね、そういう人に、ね。今でもやりたいもんね。うん、なんか本、もう本棚しかない、壁一面本棚のところでね。本積み上げて、床に座り込んで。うん、床の絵もユニコーンなのね。そうそうそう。やっぱあのユニコーンギャラリーですから。あ、そうだったわね。ロスユニコーンギャラリーって名前ですか、ね。そっかそっか、なんだっけ、なんかで見たけど、あのユニコーンって想像上の動物で本当に地球には今いないじゃない？うん、なぜかっていうの。あるんだそういう話。うん、あの脳の箱舟でいろんな動物たち助けたでしょ、みんなオスガイを。だけどユニコーンだけは残念ながら間違ってオスガイに引き乗っちゃったらしいよ。あらあれ、私ユニコーンって雌雄同体だって聞いたことあるんだけど。嘘、本当？雌雄同体かも性別ないかって聞いたことがある。いや、そうなんだ。うん、間違ってたかもしれないけど。そう、オスが2匹乗っちゃったから、だから、子孫さま。はい。そしてこの棚。この棚？うん、ここ。あ、これか。ほら、さっきあったでしょ。あららららら。ああ。ここに並んでたりする。これって売ってるか、かわいい。ではね、多分ね、うん、ガチャじゃないかっていう。本当にかわいいんですけど。ね。ニューバッカーって感じの。ね。かわいい。かわいい。みんな、あのね、猫耳入る。名前がいい。ねえ。ね。スターギャッツっていうだけ。面白すぎる名前が。ね。へー、だって R2D ミューだもん。ミューじゃないのね。そう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 。へー、かわいい。ね。面白い。このひねりがすごい。ひねりが効いてて、うん。まあ、ふさわしいかって言われると、ちょっと違和感なくはないけど、まあ、おかしくはないな。あってもいいわね。なんかこういうこのコレクション欲しいって感じ。ね、うん、そう。素敵、こうやって飾ってあったら。ね、うん、え。かわいい。これ、ね、売ってるといいのにと。ね、ほんと。ね、欲しいよね、これ。うん、まあ、こういうのもありつつ、まだまだ作品はいっぱいあるのですよ。ね。このフォースに暗黒面はありませんわって書いてあるけど、まあ、あの世界には暗黒面はないよな。この世界にないですね。ない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 、もうほのぼのしかない。はい、そう、にゃん黒面ね。かわいいにゃん黒面。暗黒面じゃなくてにゃん黒面、うん、はい、まだまだギャラリーは続きますよ。あ、本当に、うん、ここだけじゃないのよ。ギャラリーって言うとちょっと小声になっちゃない？ギャラリーそうよね。なんか静かにしなきゃいけないっていうのはあるんだけど、うん、これ番組なんで喋っててもらうな、放送事故になるんですけど。そうね。ま、ファンタジーといえばっていうのが思い出すのって多分こういう感じだと思うんだよね。うんうんうん。入ってすぐのね。うんうん、あ、この羽綺麗。ね、すごく綺麗なんだけれど。うん。うん、でもこれだけじゃないんだっていうのはもう今まで見てきた中で合ってると思うんだけど、さまざまなものがございますので、ね、見ていきたいなと思います。すごく、ね、面白い作品もたくさんあるのにね、うんうん、見ていってください。そしてね、あ、これだこれだ、これがね、私が知ってる人にどうしても見えてしょうがないんですよね。え、こっち？うん、どれ？私が今見ている、今ひまちゃんの、え、うん、これがね、どうしてもね、うん、私が知ってる人、あ、クリオネさんがとてもよく知ってる人にね、見えて仕方がないんですよ。M の方？あ、あの、雰囲気的にね。うん、あの、おひげをつけてドレスを素敵に着こなしておらっしゃる、うん、あのお方。ああ、なるほどね。仕方がないんですよ。ああ、そっかそっか。うん、なんとなく雰囲気似てない？雰囲気あるかもしれない。でしょ。そういう意味ではさ、うん、ファンタジーだよね、うん、彼女たちも。そうだね。そうだね。本当そうだね。そっか、ファンタジーの世界の住人だったのか。うん、すごいな。最初って今、顔よりも体が目に入っちゃったから、なんかほら、うん、C3PO みたいかなと思ったけど、
本当に上顔を見た、全体見るとね、なんとなくそんな感じか。このポーズ自体もそんな感じしますね。そうだね。あ、ファンタジーを具現化するとああなるのか。ああ、なるほどね。なるほどね。なんか合点がいった気がする。そう。でね、すごく綺麗にしてるもんね、アバターもね。そう。ものすごく綺麗なんだよね。ドレスの着こなしも綺麗だもんね。ね。うん。やっぱり、そう、ファンタジーなんだね。ファンタジーなんだね。なるほど、そうか。そうか、ファンタジーだったんだね。ここでみんな納得したわね。ものすごく納得して。うちは寝ただけだ。でもこれ好きなんですよ、この絵。なんか雰囲気がすごくいいなと思って。うん、すごく変わってる。ね。うん。ね。下の方は本当になんかロボットみたいだけど、そう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 。顔はすごく人よね。人。うん。で、後ろの背景とさ、馴染んでて、うんうん、ね、すごくいい感じの。不思議。ね、不思議な絵なんですけれど。うん、で、横の横ね、今、クリオネさんがいるところの、この横の。横の横。うん、うん。なんかちょっと現代的なアリスっぽいというか。うん。横の横。ね、うん、この横のモノクロの。でもなんか、こういうシングに行ったことがあるような気がするんだよね。で見たことありそうだよね。ねえ、なんとアートシムかなんかにこういうのありそうな。あり、うん。ねえ、似たような感じの雰囲気なのを見たのかな。かな。どうなんだろうね。うんうん、まあ、こちらはちょっと王道のね、ファンタジーといえばというような感じの絵が並んでおりますけども、うん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 、あの多分切り取りが上手なんですね。景色とかも。そうね。そうね。うん、うん、でね、これなんかもね、まあ普通にアートでも通りそうだけれども、やっぱファンタジーといえばファンタジーなのかなと、うん、ね、ここにあるものもね、うん、うん、あ、なんだろう、何、アバターが多分すごくアジアの顔なので、あ、うん、ね、すごく東洋系な感じが、うんうんうん、あの東洋系の顔立ちだとこういう黒ダークなものっていうのはすごく入るね、うん、はい、それでですね、こちらに来ると、うん、これ、実はこの作りが左右対称に実はなっていて、うん、うわ、大きな、今大きな作りなんだけど、すごい大きな、反対側の、はい、はい、もう一個のギャラリーの方に今移動してきました。はい、そうなんだ、こちらね、うん、さっきね、右側、私たちが最初、オープニングで立ってた側の、ギャラリーの方を今ずっと下から上がってきて、はい、今その反対側のギャラリーに来ました。はい。はい、で、こちら側を見ていきましょう。はい、お中もある、ね、はい。迷路みたいになっちゃっててね、迷いそうなんだけれど。あ、こっちね、はい。こっちですよ。入り口から入ってきてください。うん、はい、じゃあこちら側から回っていきましょう。ね、綺麗だ。綺麗でしょ。こうやって景色の中にこうポツンとね、一羽カラスがいるだけなんだけど、すごく雰囲気のある、ね、うん、絵だったりとか、景色だけでも、ここなんかも、これなんかもね、ただ景色だけなんだけれど、うん、ね、この景色にカラスっていうところがなかなか、カラスだからなんかすごく深いよね、ファンタジー世界に。あの他の鳥だとまた全然違ってくる、うん、うん、なんか白い鳩だったらなんか平和な、うん、なやかな感じするけど、鳩、うん、がいるとなんかまた全然印象が違う、うん、うん、なんか後ろからおこげさんだったさ、可愛いってなっちゃうよ、可愛い、可愛いね、ね、うん、あのね、うちのインコさんがドヤって顔して立ってたらまた違ってくるし深い森だわ、うん、なんか出てきそうだよね、うん、何かいそう、そうね、いそう、出てくるっていうか、いそう、すごい深い感じが出てていいですね、なんかこのままこの道歩いていけそうな感じが、ね、ね、なんか 3D に見えちゃうところがそう、そうそう、歩いてったら なんかいるのかなって、これ SL の中なんでしょう。そう。こんなとこあるのって言っちゃう。本当本当。てか
この作、こういう作品を作るためだけに、風景作ってたらすごいよね。それはすごい。確かに。まあ、探して撮ってるのか、で、そういう雰囲気のものを作り上げてるのか、わからないんだけれど、ね。重ねてんのかな。加工、多少の加工はしてると思うよ。色重ねたりとかっていうのはしてると思うけど。でもなんかありそうね。なんかありそうだよね。ね。ね。で、またね、あの、映ってるアバターさんたちがさ、みんな綺麗でさ。いや、ほんとね。ね。こうやってどう、このアバターどこで売ってますかもうね、どこのスキンですかとか。そうそう。オーナーさんとかも皆さんやっぱり美しい、ね、みんな綺麗、本当に綺麗だもんね、うん、あのプロフィール看板に、ね、出てるご自分自身もね、美しいアーティストさん自身もね、皆さん美しくていらっしゃるのでですね、ね、うん、もうどこのスキンですか、どこのシェイプですかっていう、本当本当、うん、ね、あ、これなんかも、あ、国鳥がいる、あー綺麗だわ、美しいわ、ね、これもなんかどこかで、ね、なんかどこで撮ったのか知りたいね、知りたいね、そこ行きたいよね、そうそう、旅で行きたいよね、本当にいつももうFacebook とかさ、素敵な場所をで、ブログとかで上げてらっしゃる方いらっしゃると、どこだろう、ここって。ね。ね、ここ行きたいって。来てくださってる場合もあるけどね。ね。うん。うん、まあ、個人的にこう、ね、いろんなところ回って、ここすごく素敵なとこありましたって言って、SL の、ね、URL 載せてたりとか。ね、フリッカーだとね、インフォメーションある人もいるけど。でも、ギャラリーだとわからないね。そう。あの、ほら、自撮りをするのにさ、あの、いいところ探して撮っててってなると、あの、お洋服のね、紹介はあるけど、場所の紹介がなくて、どこで撮ったのかしら、ここ、すごく背景が素敵なんですけど、って。っていうのはあるよね。ね。ね。うん。なんか、あ、この朽ちた感じが、この、全面の黄色と、あの、朽ちた。コントラストがね。ね、すごくいい感じですよね。こうやってね。上手よね。ねえ、なんか私、自分がいかにセンスがないかって。まあ、ひしみじみと感じております。口がけされてる。はい。口数少なく。うん。まあ、あの、作品に惹かれてるんだと思ってだけど。はい。ということでですね。うん。よいしょ。まあ、各ギャラリーというか、各場所にこういうところが、あの、なんていうのかな、絵本の一部を再現したようなこの場所があるので、で、全て座ることができますので、あの、座ってゆっくり、あの、カメラを回してね、あの、見るもよし、あの、物語の中の世界に浸るもよし、それこそ、あの、裏作業でね、ここにアバターを置いて裏作業しててもいいね、はい、こういうところがありますので、まあ、ぜひぜひ来てみてください。あの、作品の前もね、作品と作品の間に椅子なんかも用意してありますので、こちらに座ってゆっくりするというのも、はい、いいかもしれません。本当に、あの、ファンタジーの世界の中にどっぷり浸れるので、ここは。そうだね。あの、なんていうのかな、隔絶されてるというか。何にも惑わされることなく、そんなものが目に入らない、本当にファンタジーのアートの世界しかも目に入らないので、はい、どっぷり浸りたい方はぜひ。なんか、どっちかっていうと自分のアバターってリアルな感じ、リアルに近い感じじゃない？あ、そう。特に私たち、うんうんうん、だからなんか、すごい新鮮、あの、こういうアバター見てるだけでね。エルフになっちゃうとか？そうそう、なりたいな。ねえ。ねえ。逃避したい。こうやって見てると自分も、あ、こういうアバターいいかもと思う、ね。私結構 SL 初期は、
人間っていうよりも、うん、エルフだった。エルフだった。耳大きかったりとか。あ、私ね、耳買ったよ。買ったの。耳買った。そう、耳買わないとエルフになれないからね。そうね、耳ってサンドライフだからね。進めていきましょう。はい、もうちょっとでこの2回終わりますので、ね、あ、はい、はい、このさ、このよいしょ、あ、クジャク綺麗ね。クジャクも綺麗だし、綺麗な写真みたい。写真、このクジャクさんね、写真でしょ、これ違うの。そうか、写真か、写真、うん、リアルクジャクさん。え、リアルクジャクじゃないの？リアルクジャクさん。え、だって、SL のアバターか背景を使ってるっていうふうに案内が。そうだよね。あ、そっか、そっか。見てると SL ってこんな進んでるんだと思うよね。ね。うん。うん。すごい。すごいね。すごい。いや、私これ最初見た時に迷ったんだもん。これはーって。でも SL のクジャクさんだよねっていう。寄ってみちゃう。ね。何、メサもなんか寄ってちゃなかった、うん、あ、ん、なんか、ん、なんかすごいシャワシャワ音がするけど、なるね、なんだろう、水の音なんかするけどね、うん、あ、大丈夫大丈夫、うん、いや、このね、うん、崖の絵がね、すごく不思議だなと思って。あ、これ、うん、なんか色でよく見るとね、先端に何、人っぽいものが立ってる。人っぽいものがいる。そうそう、本当だ。うん、こんな大きなとこないよね、セリフで。まあ、なく、うん、え、アバターの比較でこんな大きなとこある？あったっけ、あったっけ、どうだ。 SL ってなんかものすっごい上の方に上げていくとなんか雪降っちゃうっていうか白くなったりしなかったっけ、なんかような気もするけどね。うん、いや、なんか不思議な絵だなと思って、これ確かに、うん、本当どこですかって教えてくださいって言いたい。どここどこですか。行きたいよね、ここね。うん、行って本当にこんな風に見えるのかどうかを確かめたい。ね、ね、いや、本当ね、欲しいな、家に飾りたいなって絵がね、いくつもあるんですよ。でも残念なことにこちらは販売目的ではないのでね。そうなんだ。うん、そしてね、ね、あ、これだ、この絵、これがどうしても浦島太郎にしか見えない。あ、本当だ。もう亀さんもリアルなんだよね。なんだろう、あの、うん、なんか海外の人が浦島太郎って聞いたらこういう感じかなみたいな。だって日本じゃこれ絶対こうじゃないから。紐つけてね、つけてね、別用じゃしないから、うん、で、こちらもですね、テレポーターがありますので3階に、はい、はい、行ってみましょうか。よいしょ、なんかこちらも、うん、来ましたか。あ、来ましたね。もうね、ん、何、私のパソコンで見ると自分のアバターの服が壊れてる。マジ？大丈夫よ。うん、でも大丈夫みたいなんで、うん、こちら側からは大丈夫なので、うん、気にしなくていいです。うん、はい、あの時々ひまちゃんの黒いお尻が見えてるのはこうなって、どうしても出ちゃうみたいで。どうしても出ちゃう。ひまちゃんの黒いお尻が出ちゃうっていう、そこだけ聞いたらなんて思うかしらね、みんな。後ろから入るとね、時々出てくるの、ペコペコって。そうなんだよ。で、ね、そうなんだ。ね、あ、これこれ、この椅子ね、座れるんですよ。あ、綺麗な椅子。綺麗な椅子、かわいいでしょ。この椅子に座れるんですよ、うん、どうぞどうぞ。座ってみよう。おお、うまく収まるようになってる。そうそうそう、うまく収まるんですよ。うん、本当だ。ね。あ、素敵。素敵。なかなかあのいい SS が取れそうですね。ちょっとやってみて。うん、え、なんかもう十分これでファンタジーだね、この椅子に座るだけで。ただね、出られない。
慣れないんですけど、これ。ダブルクリックテレポートすると、これ、戻ってしまうので、あちらの椅子に座る形で出てくる。ああ、なるほどね。そうしないと、脱出できないっていう。本当だ、びっくりした。びっくりしますけど。うん。はい、これ板が張ってあるんだ、透明な。うん、そう。ね。うん。で、座ったら最後、板に引っかかって出られない。出られないです。はい。はぁと思った今、どうしてとか。そう。はぁ、出られないってちょっと軽くパニックになりそうだけど、はい、冷静に。いきなり前にね、木の板が見えたから。なんでどこに来たのって思った。はい。ね、かわいい。素敵な先生が取れたわって思ったら、出られないっていう。罠がね。ほんとだ。罠が。まあ、なんかすごい素敵。かわいい。ね、かわいい。うん。ね、じゃあちょっと戻りましょうかね。え、はい、はい、よいしょ。あ、こっちか。うん、こっちだよ。ん、え、あれどこ行ったの、どこ行ったの、え、戻ったんだよ。下に、下に、下に戻りましたよ。はい、あ、はい、あ、ごめんね。これだけなの、ここ。そうそうそう。なんかもっとゆっくり見たいのに。あ、はい、あ、ゆっくり見たかった、ごめんね。ごめんごめん、一瞬だけ来たのか、オッケー、うん、一瞬だけ来ちゃった、ごめんね。はい、またゆっくり来て。OK よ、僕とは。はい。はい、じゃあ、もう下の方に降りていきたいと思います。もう一個ね、ちょっと回る場所があるのでね、ちょっと急ぎました。はい。うん、ごめんね。はい、OK。はい。はい、そして、で、このままこちらに降りていきます。はい。下にもね、また、ギャラリーがあるので。うん、広いですね。広いです。広いのと、あと、気をつけてないと自分が今どこにいるのか分かんなくなっちゃう。ああ、そんな感じ。はい、こちらが、最後ですね。また1階に戻ってきました。一番最初に入った場所の奥になります。なるほど。うん。はい、なるほど。こちらが最後のギャラリーです。こちらもね、本当にたくさんの素敵な作品が並んでいますので、うんうん、見てください。でもよくこれだけ集めましたね。本当に。ご自分が好きで自分が楽しみたくて集めたっていうようなことも、うんうんうん、はい、とおっしゃってるので、それにしてもね、これだけのアイデアスナーがいたっていうこともびっくりなんだけど、それを一堂に一箇所に集めたっていうのもね、うんうん、素晴らしいなと思って、またご自分でも作品を作られる方ですからね、さっきありましたけれども、まあ美人さんだわ、ね、美人さんいっぱいいるよね、ね、うん、で、えのほよ、男性少ないのね、やっぱり。いなくはないんだけど、うんうん、やっぱりね、女性アバターが多いかなっては思うけど、でも、美しいので、うん、で、目のほよで。本当にファンタジーの捉え方っていろいろだねって思います。うん、そうね。ね、現実にはないようなものをみんなファンタジーですね。そうだね、うん、なんかそういうのがあるから現実にはないっていうところだけで見れば数限りなくいろんな、そうだね、ね、考え方ができる、捉え方ができて、うんうんうん、表現の仕方もいろいろあってっていうことなんだろうね、ね、うん、ね、っていうか、SL の中、まあ、世界中の人が、ね、集まってるからそうなんだろうけど、才能が思った人っていっぱいいるんだね。ほんとほんと。ほんと。一握りの人じゃないんだね。すごいね。ね、本当に、いろんな才能がぶつかり合ってる感じはあるけど、やっぱり、ジャンルが一つ、ね、決まってるので、あ、統一感があるというか、確かにね、ばらけた感じがしない、うんうん、アーティストさん、その名乗ってる方、まあ、リアルでもそういう活動されてたり、SL の中だけだったり様でもたくさんいらっしゃるんだけど、うん、ね、アートっていう名のもとに何でもかんでも集めたって、ね、寄せ集めな感はないよね、ないな、うん、ね、はい、そして出ていきます、これ、ね、後ろから近づいて負けてくれるんですよ、あ、本当だ、このおじさんたち、ほら、私が行こうとすると必ず閉まるわ。からかわれてるのね、こっち。ほんとに。で、これが最初回ったギャラリーになります。あ、そっか。ね。で、
ここから外に出て、あ、はい、行きますよ。で、外も綺麗だ。外綺麗でしょ。この外に回れますので、あ、そうなの、庭を、うん、あの外を回れる、もうぜひ外の方も回ってくださいって。すごい、はい、こっちから行きましょう。ちょっとね、引っかかって、あ、進めないわってなっちゃうかもしれないけど、そこはちょっと頑張って歩いてくださいね。はーい。落っこちることはない？落っこちるとか、どっか、はまるかもしれないけど、埋まったりとかするかもしれないけど、落っこちることはそうないと思います。はーい。落っこちることが一番心配な人。そうそうそう。一番心配してるの。結構上がれないこと多いから、落ちちゃうと。大丈夫よ、テレビ。すごくね、素敵に。あら、綺麗だわ。すっごい綺麗なんですよ、だから。綺麗、はい。行ってみましょう。あら、ほんと。でね、またね、その、今までね、ギャラリーにいたっていうのがね、感じられなくなるの、うん、本当に。なんか、が違う、ここが十分ギャラリーになりそうな。うん、ここね、綺麗。はい、いきますよ。一応、道はありますけれども、もし引っかかった場合には、ちょっと道を逸れて、はい。はい。あ、ほんとだ。なんとなく歩きにくいところもあるってことね。あるけどね。でもまあ別に落ちたりはしない。落ちたりはしませんね。うん、あら綺麗な光。光もねすごく綺麗に差し込んでて。ここにクマさんが。ねえ、ここで撮影してもいいんじゃんって感じなのね。本当本当いいじゃんって感じよ。そう。うん、カゴ抱えてたからあのクマップさんかと思ったら全然違いました。ね。うん。カゴ持ってるクマさんって言うとどうしてもねクマップさんってなっちゃうんだけど。クマップさんなんかビニール袋、うん。クマップさんエプロンしてないとね。あ、そうね。そうそうそう。でも、で、クマップさんよりちょっとごついのでね、そのクマさんね。確かに。で、歩いていくと、あ、ちょっと引っかかっちゃったかな。でね、こっから見ても、あの、ギャラリーがほとんど見えなくなってしまうので、うん、全然違うんだけど、ね、世界観が変わります。そしてね、ところどころにユニコーンさんがいるんですよ、ここ。本当だ。で、ユニコーンさんに会えます。なるほど。ね、水辺が。水もすごく綺麗なんですよね、ここ。うん、で、うん、で、この、これね、多分身長が高すぎるんだと思うんです、私。あの、通れないので、あ、飛んで、ジャンプします。おっと。あ、タイニーさんも通れなかった。うん、やっぱ引っかかっちゃった。ダメか。ジャンプしてください。なんか苦手なんていうイメージが。よかった。飛んじゃった。そしてですね、ここね、あの展望台があるんですけれども、前進んでない。進んでない？あれ？よぼか？そう前に。あ、なんか水の中が出てきたわ。私なんかクリックしたみたいに寝ちゃったわ。え？どういうこと？あれ？どこに寝たの？どこ行っちゃったの？クリさんどこ？え？みんなそばにいるらしいんだけど、うん、横になっちゃってるわよ。あ、そこダメなんだった。ダメなの？え、どうしてこうなっちゃったのかしら。どこに行ったのかしら。あ、うん、あのね、あの、うん、座るマークが出て、もちろん座れる場所ももちろんあるんだけれども、うん、あの、うっかりすると、うん、変な感じになっ、そう、先まで埋まってしまうような、あ、そうこともあるので気をつけてください。今はね、横になっただけ。全然座りたくなかったけど、いつの間にかよ。うん。弾みでクリックしちゃったのかも、ね。そう、なんかね。うん。で、ここはね、展望台になってまして、こちらですね。はい。この木がね。あ、じゃあこの上まで行けます。上まで行けます。ロープを登る形になりますけれども、登ってみます？階段？うん、階段を登って、そうすると、あの、ロープがあるので、はい。で、ボールがついてますから、そこをシッとすると、上にガガガガンって登って、うん、狭いので誰かお一人だけ。はい、どうぞ。おう、じゃあ。いけそう？ちょっと待ってくださいね。うん。あれ？どこにあるんだろう。登ってた方がいいんですね。そうそう。はい、階段登っていくと、目の前に、あの、シットマークが出るボールがありますので。あら、ひまちゃんが上手に階段登ってるわ。ちょっと成長してるのよ。そうね。さすがにね。うん。ほら、登っていくんですよ。登ってってる。はい。私たちはカメラでちょっとね、グイーンかけていくと、うん、到着したかな。うん。そう、すごくね、景色が。あ、素敵。広がるの。うん。素
敵素敵、あ、すっごい素敵ね、素敵でしょ。うん、上から見えるのもまたいいもんね。ね、うん、こっからだとギャラリーも見えるのね。見えますね。うん、はい、じゃあ降ります。はい、降りてきてくださいな。飛び降りる、飛び降りてもいいよと思ったんですけど、うん、うん、怖かった。いや、うまくいかないな、きっとと思って。ああ、なるほどね。はい。はい。じゃあ、お待たせしました。はい。ここはもうお散歩したり、エッセンス取ったり、はい、うん。テーブルと椅子なんかもありますので、座ってね、ゆっくりしたり、っていうこともできます。なるほど。はい。ここなんかね、あ、もうね、この、ここにね、ところどころキノコ生えてるんだけど、あ、これをね、はいはい、うちのカメラマンがドンコドンコっていう、ね。見えますね、確かに、ね。見えなくもない。色も、形も。ドンコじゃないかな。高いですよ。うん。わお、広いですね。すごく広いです。でね、うん、あ、こっちで入った。あ、なんかサークルがある。あ、なんか人がいるわ。なんか人がいるよ。人がいるね。まあ、ちょうど人がいるんですけれども、うん、あちらのテーブルと椅子、うん、セットありましたね。あそこの椅子に座って、うん、このまままっすぐ、ペガサスがいますね。あの先、はい、ずっとまっすぐ行って、ずっと奥の方に行くとね、ドラゴンさんがいるんですよ。へー、うん、カメラで追っかけるとよくわかるんだけど、すごくね、そこの周りもね、すごくこう、作りが凝って、そのドラゴンさんがね、金銀財宝を守っているんです。本当だ。あそこまでは行けるの？行けないんです。あ、行けないの？行けない。こうやってカメラ飛ばすしかも、行く方法探したんだけど、ちょっと、なくって、わからなかったんですけれども、はい。途中にはね、ユニコーンの親子がいたりとか、うん、こんな風に楽しむこともできます。なるほど。うん。そして、よいしょ。このね、よいしょ。ここをずーっと、うんうん、トロールさんを、うん、ね。あ、ほんとだ。あ、落ちた。落ちた？大丈夫？うん、大丈夫。落ちたかと思った。大丈夫、大丈夫。そうすると、こちらの、あ、こちらのね、別のドンコの上に妖精さんが寝てたりとかね。あら、ほんとだ、ね。かわいい。ね、かわいい。で、このまま上がっていきましょう。はーい。はい。いきますよー。素敵なところですね。今までその建物の中にいたっていうのはね、忘れてしまうぐらい全然別世界な。外の世界もすっごく綺麗。ぜひぜひ両方楽しんでいただきたいんですけれども、ね、で、ここを上がってくると、上がってきてギャラリーを見上げるとね、うん、屋根の上にドラゴンさんいるんです。守ってるんだ。そう。で、ここに来ないとね、ちょっと見づらいんです。うん、ここに来て初めて見えるっていうのかな。あ、本当だ。大きなドラゴンさんが、はい、います。ね、よいしょ。で、このままこの橋を渡っていきます。ちゃんとガードがあるので、ひまちゃんでも大丈夫です。うん、はい。ガードがあるのこれ。ん？ああ、こっちにガードが、うん、そっからガードがあるってこと。ここはね、一応滝があるんですね、こちらに。あ、そっか、はい。あ、ごめんなさい。はい。はい、あ、ほんとだ。そして、一周してきました、うん。広い。広いんですよ。で、まあ、こちらでもね、ちょっとしたカフェのような、ね、テラスがゆっくりすることができます。まあ、時間を忘れてというか、のんびりと、ね、した時間を過ごすことができますので、うん、ぜひぜひ訪れてみてください。ということで、あ、せっかくなので、こちらの看板をバックにしましょうか。はい。それでは、もうお時間もお時間ですので、はい、エンディングと参りましょうか。はーい。よいしょ。よいしょ。あ、うまく抜かれたかな。うん。よいしょ。はい、はい、よろしいですかな、ね、大丈夫大丈夫
OK ですね。はい、それでは本日はザ・ロスト・ユニコーン・ギャラリーを回ってまいりました。いかがでしたでしょうか。じゃあ栗尾根さんから聞きましょうか。はい、素敵な美術をいっぱい鑑賞した後で、うん、お庭も見られたし、うん、このね、あの、ま、確かにテーマが同じだから統一感があるのかもしれないんだけれど、うん、このアート・ギャラリーの建物自体が、うん、なんだろう、その建物のこう壁とかがなんかフレーム、写真のこうフレームとなんか一体化するみたいな、すごく収まりがいいっていうのかな。だからそういった意味での何こう落ち着いた雰囲気と絵画のその中の様子とかもう全てがこううまくこう何作り上げられている感じで、とても落ち着いて見られる良い雰囲気のギャラリーでしたね。なんか見た目、建物の見た目より全然なんか広いのね。そう、すっごい広いびっくりした。うん、建物の、うん、引きで見てもそんなに大きな建物かなと思ったんだけど、うんうん、見た目より、ね、中に入るとすごく大きい。うん、ね、なんか奥深いというか。そうそうそう。ね、奥までずっと続いてて。ですね、うん。出てこれないんじゃないかと思うぐらい。本当本当広いのね。良かったですね。うん、はい、うん、とても素敵な場所を紹介していただきました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ひまちゃんどうでした？なんていうのかな。アバター一つで、こんなにいろんなことを表現できちゃうのかなっていう感じ。なんていうのかな。まあ、作り手の感性なのかな。のなんかセンスというか、そういうのをなんかしっかり感じちゃいました。ね、いいなってなんか本当に才能がこうギュッと一つに集まってるって言ったらいいのかな。数いろんな才能が、ね、なんか一つのテーマでこんなに違うんだって感じ方だとか捉え方が、ね、捉え方ってね人それぞれで、同じテーマを与えてもやっぱりね多種多様だっていうのはよくわかる。わかるね。それをなんかこの SL っていうところだけで表現する、まあ、すごいなとか思って、深いわーと思いました。はい。で、まあ、番組の中でもご紹介しましたけれども、新しいアーティストさんが来たりとか、あと、作品の入れ替わりがあったりとかもありますので、一度だけではなくて、二度三度と来ていただきたいところです。うん、はい。ということで、本日はザ・ロスト・ユニコーン・ギャラリー、ご紹介いたしました。それでは、たびたびメタリックの方は、おしまいとなります。次回もセカンドライフ大の素敵な場所をご案内いたします。次回は、2月22日月曜日22時からの放送となります。次回もどんな場所に、あ、2が並びますね。2月22日からですよ。そう、2月22日22時からです。22時22分にならないようにね。そうね。はい、次回もどんなところに行くのかどうぞお楽しみに。それでは皆さん、ハッピートラベリン、おやすみなさい。ありがとうございました。忘れたくはないから二人